トラビス・アール・ショーは、アメリカ合衆国をイオう、ファイエット・軍ワシントン・コートハウス出身の、プロ野球選手、右ト左ヒ MLB のミルウォーキー・ブルワーズ所属。愛称は、ザ・メイヤー・オブ・ディング・ドング・シティ。父は、シンシナティ・レッツや、ロサンゼルス・ドジャースなどで、クローザーとして活躍した、ジェフ・ショー。2008年の MLB ドラフト32巡目で、 ボストンレッドソックスから指名されたが、ケント州立大学へ進学した。ボストンレッドソックス時代2011年の MLB ドラフト9巡目で、再びレッドソックスから指名され、6月13日に契約。契約後、参加の A-9、ローウェル・スピナーズでプロデビュー。57試合に出場して打率。262、8本塁打、36打点。 三盗塁を記録した。9月4日に A 級グリーンビルドライブへ昇格し、2試合に出場した。2012年はまず A 級セーラムレッドソックスでプレイし、99試合に出場して打率。305、16本塁打、73打点、11盗塁を記録した。8月1日に A 級ポートランドシードックスへ昇格。 AAQ ポートランドでは31試合に出場し、打率、227、3本塁打、12打点、1盗塁を記録した。8月30日にカロライナリーグのポストシーズン、オールスターチームに指名打者として選出された。2013年は、AAQ ポートランドでプレーし、127試合に出場して打率、221、16本塁打、50打点、 7盗塁を記録した。2014年はまず AA 級ポートランドでプレーし、47試合に出場して打率。305、11本塁打。37打点、5盗塁を記録した。5月26日に、トリプル A 級ポータケットレッドソックスへ昇格。トリプル A 級ポータケットでは81試合に出場して打率。262、10本塁打。 41打点に投類を記録した。オフの11月20日にレッドソックスとメジャー契約を結び、40人枠入りした。2015年5月8日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。9番、一塁手で先発起用され、3打数無安打1死球だった。以後、出番が少しずつ増え、最終的には65試合に出場して打率27。274。 13本類三36打点を記録した。2016年はパブロ・サンドバルの故障もあって3類種のレギュラーに抜擢され145試合に出場して規定打席にも到達。打撃面では打率242、16本類七71打点を記録した。2016年12月6日にタイラー・ソーンバーグとのトレードでジョシュ・ペニントン マウリシオ・ディボーン及び後日発表選手と共に、ミルウォーキーブルワーズへ移籍した。2017年は144試合に出場して、打率、273、31本塁が、101打点、10盗塁、出塁率、349などを記録した。2018年7月にトレードで、マイク・ムスターカスが加入したことにより、二塁手に、コンバートされた。 この年は152試合に出場して打率241、32本塁が86打点、出塁率345などを記録した。2019年は開幕からゼフ不調に陥り、打率164で6月27日にマイナーに降格した。7月下旬にメジャー復帰するも8月上旬に再降格。 8月31日に再昇格したが、調子を取り戻すことなく、打率。157,7本塁打、16打点で終えた。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2019年12月30日にブルージェイズと400万ドルの単年契約を結んだ。2020年は50試合の出場で打率。239,6本塁打。 17打点の成績を記録した。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2021年2月16日に、フルスノブルワーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。メジャーに昇格した場合は給与として150万ドルが支払われる。3月16日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 シーズンでは4月1日のミネソタツインズとの開幕戦に出場し、ブルワーズ復帰後初出場を果たした。ありがとうございます。